こんにちは、バッカス TV だよ。今日もですね、ちょっと気になる商品を見つけたんで紹介しようと思います。今日ご紹介するのはこれ、俺の塩たらこ味大盛り。食べたらこれだ、うまみ塩焼きそば。はい、ということで今日ご紹介するのは俺の塩たらこ味ということでね、これをご紹介するわけなんですよね。ちょっとこちら見てほしいんですけど、ネットで1分ね、だいたいこういう焼きそばってネットで3分ぐらいかかると思うんですけど、それね、ちょっとね、どういう技術を使ってるのかはちょっとわかんないですけども、普通のカップ焼きそばに比べてね、2分もね、時間が短縮して作れちゃうということでね今の時代2分で何ができるんだって話なんだけどね2分か、殺すだけだったら15人はいけますかね。はい、ということでね、早速作っていこうと思うんですけども、ちょっとね、録画を押し忘れてここまで行っちゃいましたね。開けて、こう火薬をね、取り出したところまで行きましたね。で、刻み海苔が入ってますね。まあ、とりあえず出すもん出したら、まあ、お湯入れて最初に1分待つんだろうね、これね。ここが湯切り口になってます。とりあえずお湯を入れます。これで1分待ちます。はい、ということで1分経ちましたよ、こんな感じです。1分なんてあっという間ですね、本当に。もうグズグズしてるともう30秒ぐらい経ってますからね。まあこれでね、あともうこのかや、まあこれをね全部入れるわけなんですけども、その作るのもめっちゃ簡単だからね。ぶわっ、で最後に海苔を入れます。はい、できました。はい、ということで早速食べていきたいと思います。感じ、うまいです。いや、これ美味しいですね。うん、これ美味しい、普通に美味しい。結構前にペヤングのたらこ塩焼きそばみたいなのをレビューさせてもらったんですけど、まあ、あれに比べちゃうとちょっと幾分か味落ちちゃうんですけど、まあ、なんといってもね、これね、1分でできちゃうっていうのと、あとそれだけじゃなくて作るのもね簡単なんですよね。お湯入れて、お湯捨てて、で火薬全部入れて混ぜりゃいいだけなんで、なんか順番とかもないしね、結構ね、せっかちな人とかにはもうおすすめかなと思いますね。僕はね、結構せっかちの方なんで、どっちかっていうとこっち選んじゃうかもしれないですね。味はもう全然美味しい。ごちそうさま。はい、ということでこんな感じになりました。普通に美味しかったです。むしろ普通よりは全然美味しかったような感じがしますけど、まあ、なんといってもね、こうネーミングセンスがいいですよね。まあ、俺の塩なんですね、結構キャッチーですけど、まあなんといってもね、やっぱ作り方が簡単っていうのが良かったんじゃないかなと思います。俺の塩のシリーズっていうのがあと一つぐらいあったんじゃないかな。このたらこと、あとなんかがあったような気がしますんで、ぜひぜひね、皆さんね、どっちか食べてみたらいいんじゃないかなと思いました。俺の塩ビリビリニチでした。バイバイ。